始まりましたボックス TV。 今日はですね、なんとザギンに来ております。大人ですので、もうそうですね、もうすぐ40歳ですからね。そうだよ、スーツの一つでもね、やっぱ持ってないと恥ずかしいだろうと。はい、僕は持ってないんですよ、スーツをね。なるほど。だからスーツを作ってみようなんですよね。オーダースーツを作ってみようということで、今回行くお店は銀座にありますアサブテイラーさん。アサブテイラーさん、実はね、僕1着作ったんですよ。最高でした。もうね、はい、なので、それを直樹にも体感していただきたく、紹介させていただきます。ありがとうございます、はい、オーダースーツっていうのがどういうのかっていうのは僕分かんないので、見てるね皆さんも、もしかしたらね、オーダースーツってまたこう敷居が高いのかなみたいなねところもあるかもしれないんで、そういうところはお店に行って全然気軽にね、オーダースーツって買えるんだよみたいな。すごいいろんな種類があるので、多分直樹が好みのものもいっぱいあると思います。そうですね、楽しみに楽しみにしてます。はいということで行ってまいります。行ってみましょう。はい、さあということで、もうお店の前まで来ております。天気いいね。天気がいいよ。最高最高だよ。オーダースーツ日和です。どんな日和だよ。さあ着きました、アザブテイラーさんでございます。このビルの4階です。4階ですね、はい、さあ行ってみましょう。さあ着きました。じゃあちょっと直樹がドキドキした、ドキドキしている夢。めっちゃドキドキしてる。え、大丈夫ここ、ね、大丈夫ここ、なんかすごく怖いよこれ。こちらですよ、書いてあるじゃん。ええ、ほらほら、あ、ちょちょちょ、ほんとだ、あ、すごいすごい、見えるもん、こじんまりとした感じ、楽しみ。では行ってきたいと思います。はい、ありがとうございます。うおこんにちは。お世話になります、のこぼです。よろしくお願いします。篠塚さん、篠塚と申します。よろしくお願いいたします。のくぼくんです。のくぼ直樹くんです。どうしております。よろしくお願いします。今日はよろしくお願いします。はい、どうぞお書きいただいて。緊張するわ。オーダースーツ、はい、今回経験されるのは初めて、はい、初めてです。あ、なるほど、はい、なるほど。全体の流れからご説明させて、はい、よろしくお願いします。篠塚さんにお任せしていれば最高の最高の鈴ができるね。先ほども言ったように僕一着作ってます。それってなんか見れない？見せちゃう？あるの？ちょっとじゃあ一回、じゃあちょっと着替えさせてもらいます。え？何そのサプライズ？そのサプライズ的な。そこに用意して。いやー、うまいねそういうことね。ザ。うーわ。すごっ。めっちゃ綺麗やで。すごいよ。あのね、僕ね、手が長くて俺首が細いんですよ、うん、そういうところもコンプレックスじゃないけど、だからこう難しい規制のものだと、そういうものもね、全部ね、オーダーはね、叶えてくれるわけですよ。めちゃくちゃ綺麗なスーツ、体にフィットしてる。めちゃ綺麗だよ、ほら2タック入りながら、本当に足が綺麗に見える、本当だから、分からないことをいろいろぶつけてもらうと、多分篠塚さんはいろいろ回答して提案をしてくれるので、では頑張って作ります。すいません、撮影のためにアクリルを取っていただきました。、はい、今回ちょっと特別に改めてよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今回スーツご検討ということですけども、スーツってあんまり着ない人は着ないし、はい、だけど普段着として着られれば多分着ると思うので、ちょっとこうセットアップ的に着れるようなニュアンス で、ね、あの上下できた時もきちんと見える、はい、でジャケットパンツ単体でもそれなりに、それです。そんな感じで、それ最高です。本当ですか、わかりました。はい、ちょっと頑張ってみます。はい、よろしくお願いします。まずはお色味、で基本的には黒は冠婚葬祭の色なので、おすすめするとしたらネイビーもしくはグレー、そして最近のカラーだとブラウンは結構こう強く出てきてますね。そうビジネスで使うわけではないので、割と色は抑え目じゃなくても全然問題ないです、柄は無地もしくはストライプまたはチェック、
どうなんですか、こうパッと見野久保直樹さんに合う色とかってどれが合いとかありますか。割と肌が健康的な色してるので、はい、そんなに暗くしすぎない方がいいと思います。あ、まあ、特にこれからのシーズンちょっと太陽の光強いんで、はい、全体ちょっと明るめな印象になるような方がいいかなとは思います。こういう提案をしていただけるとすごく嬉しい。そうだね。すごく嬉しい。まあ、爽やかなネイビー、はい、もしくはライトグレー、あとは色味としてはこうちょっと遊び心を入れていくんであれば、うん、ブラウンで少し明るめな印象も、うん、こういうのも一つ合いそうかなとは思いました。基本的には1着でベーシック選ばれる方が多いんですけど、うん、エッジを効かせれるならあえて遊んでしまうのも一つ。なるほど。中途半端にしない方がいいですよね。中途半端が一番嫌だよね。遊んじゃおうかな。遊んじゃおうかな。普段モノトーンが多いんですよ。ああ、なるほど。着るもの、持っているものもそうですけど、はい、例えば今さ、そのジャケットの上で違うものを羽織ってみるとか、羽織らせてもらう、色味をちょっと提案してもらうとか。背中が広い。ですね。でも絶対スーツ映えする体型ですよね。肩までしっかりしていて、はい、大丈夫です。はい、ベースで少し明るめの色合い、まあ、今日着ていたものにちょっと色味近いので分かりやすいとは思うんですけど、まあ、コーディネートする上で一番シンプルベスト。かっこいいね。すごい着やすいんだけど、もうすでにライトグレーは着ないんですよ。そうですよね。ここまで明るくなると上下で着た時には、ね、若くなっちゃうの。それはあります。あと赤くなっちゃう。確かに膨張色って言って結構白系の色、明るい色が広がって見えるんで、うん、あんまりスタイリッシュには見えにくい、うん、はい、さっきのデビューの方が引き締まった印象あります。そうですね。これ見て、ナオキのさ、ほら三面鏡で、すげえ、ナオキのファンは嬉しいよ、三面鏡ブラウンでありつつも、少しグレー、あーすごいね、落ち着くね、おしゃれだね、それもね、グレージュっぽい、おしゃれだね。やっぱ形はスーツの形なんで硬いですけど、お色味としてはそういう柔らかい色も意外と合いそうな気はしましたね。おいい感じです。大人ですよ。大人。色味として。どうも。一番仕上がってるでしょうね。仕上がってるね。ああ、うん、ネイビーか。すごいね。ブラウン。ネイビーかブラウンだね。プラダ時代を思い出しますあの。ドラマやって。はいはいはい。あ、このぐらいの色味のスーツの時あったんですよ。はい。そういう時代があったね。時代がね、こうやって銀座青山とか、ちなみにですね、はい、ダブル行こうと思ってるんですよ。はいはいはい。っていうのはなんかこうちょっとやっぱりイタリア系のダブルか。ダブルちょっと艶やかな感じですよね。いけます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 。大丈夫です。そうすることによって何かが違うとか、はい、提案してもらったことが違ってくるとかっていう感じなんですか。もちろん変わります。スーツは英国式なものとイタリア式なもので大きく分かれるので、知らなかった。パチッと見せるか、それとも体の線が柔らかくちょっと曲線で作るか、はい、ただもちろんサイズ感も違う、はい、なんでイタリアの。いや、もともとやっぱりそうイタリアの方の格好とかの興味がある、うん、足も短いんで、ひろゆきと違ってよく言うよ。で、足を長く見せたいっていうのもいるかもね、うん、そういう人も、うん、あ、いらっしゃいます。そうですね、はい、やっぱりね、そんな技って気にする。あ、僕やっぱりそれもコンプレックスだから、それを解消してみたいな。直樹のコンプレックスを、はい、YouTube で足短い、およっよじゃねえやつ。めちゃめちゃかっこいい。すげえかっこいいじゃん。めちゃかっこいいやん。今バッチリいいじゃん、いいじゃん、はい、いいですね、はい、いいと思います。また次はこれだ、これおこれはどこの生地ですかね。これはカノニコって言って、はい、あのイタリアの生地ですね。あ、かも、ま、か完全に完全にイタリアっぽいって言ってたもんね、今ね。そうですね、あのギリギリ1着分ぐらいはありますよ。モテるすごいギリギリ1着なんでリスクはあります。ギリギリ1着分の、そうですね、どんなリスク。生地自体にもしも傷が入ってたりすると、はい、取れなくなっちゃうので、はい、傷が入ってなければ作れるんですけど、はい、入ってたらやってほしい。1か8かやりましょう。かけましょう。これかけましょう、はい、これもこれで持ってるか持ってないか分かるんで、これ持ってたら作れる、持ってなかったら変更。ちょっと見せて、もう一回見せて。これどうぞ。いいよね、生地ね、フールシルクリネン、うん、めちゃめちゃなんかさらっと、まず生地が決まりました。そうですね、モデル見ていただこうかなと思うので、一応ご説明だけ。基本的にはコンチネンタルというモデルと
ちょっとイタリアっぽく見える。決断が早いぞ。さすがです。早いね。なだらかになるように、うん、それの付け方が違う、はいはい。ちょっと内側に入れるんです、はい、じゃあタイプ。そうですね。で、イタリアだとバルカといって。はい。ボンキューでしょ。ボタンです。ボタン。ボタンですね。うん、意外とこう白は結構目立つは目立つんですよ、ね。そうですよね。まあこのぐらいの色にしておいたら、うん、白だとどう。はい。いいチョイス。はい。行きましょうか。行きましょう。じゃあこの902番。はい。よろしい。おしゃれよ、おしゃれよね。その部分も何をしようか。そっちも、あ、どっちだこれ。こっちの気がする。そうです、はい。シャツを決めております。はい。どれぐらいの？いや、93。胴回り71ですからね。20センチ以上差ありますよ。理想的ですよ。あの胸周りとお尻周り同じ寸法ですよ。ボンキュッ、まさに。いや、筋肉めっちゃくちゃ。すごいかっこいい。すごいかっこいいね。やっぱり上に合わせるとガバガバになっちゃう。ここの周り4センチぐらいですね。綺麗。だいぶ体に沿って。綺麗で、ほら。あ、はい、でもこのサイズでいけそうです。はい。気になるとこあったり、やっぱりお腹が細い分、ここがガバッと余ってしまう。大体もうセンチの感覚を覚えてたなと思って撮ったら1センチ身長で。すごくない？あ、ありがとうございました。ありがとうございました。違う違う違う。いやいや。てっきり似てるから。どうぞどうぞ。ということで、初めて、はい作らせていただきましたけども、すごくいいですね。ありがとうございます。自分が分からないとこはもう分からないって伝えたら、それを本当にもう解決してくれる。いや、それが一番だよ。分からないことを全部、うん、投げかけ。そうだよね。なんだろう、一つのことじゃなくて、二つ、三つ返ってくるんですよね。一つのこと聞いたら。うん、それはすごい勉強になりましたね。すごいプロフェッショナルですよ。はい。本当に、はい。出来上がりが楽しみでございます。待てるかな、6週間。待てるかな。いや、本当に楽しみ。寝れるかな。ね。こうご期待ということで、はい、はい、ということで、篠原さん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。